金だけが目的で戦ってる奴ら、所詮本当の勇気なんて持ち合わせちゃいねってことか。あいつら結構強かったのに、それでも金のある奴らにヘコヘコ従うしか生きる術を知らないなんて、強いだけでは必ずしも自由にはなれないってことなのか。おそらくそれが本当の強さではないということなんじゃろう。自分の強さに自信がない奴らは必ず腕力や金や権力といった何かに頼ろうとし、それが自分自身の自由を結果的に奪っていくことになるんだろうな。僕も自分に自信がないけど、それじゃあ自由って一体どんなことなのかな。それつまりよ、自分がしたいことができ好きなように生きられるってことだと思うんだが。自由なんてものが本当にこの世の中にあると思っとること自体がそもそも大間違いなんだよ。なんだ偽善にあふれ邪教の教えを信じる罰当たりなドブネズミどもが、この世のどこに自分がやりたいことだけをやって好きなことだけをやれている人物がおるというのだ。てめえたち黒い羽のやつらは俺たち白い羽のように生まれた時から奴隷なんてことはねえ。それは自由ってやつなんじゃねえのか。そうか、貴様はそれを妬んでおったか。何？ならばなおさらのこと、貴様の求めるものなど未来永劫手には入らん。所詮白い羽のお前たちは一生奴隷としてもがき苦しむしかないんだよ。お主がこの町の領主、強欲の魔門か。お前たちを殺せば教皇庁よりさらに莫大な大金が手に入る。さあ兵士たちよ、払った金に見合う働きをしな。金こそ魔性、常に人の心を惑わす魔物ってことか。